右下の隅に名前を書きます。色鉛筆で書きましょう。名前が見えるように四つ折りにします。名前が見える方が外側です。しっかりと折り目をつけましょう。もう半分に折ります。名前が見えることを確認してください。四つ折りにした紙と同じ大きさの型紙です。まず名前を書きます。付け足したい線を書いていきましょう。マジックを使って線を太くしていきます。線の太さはマジックで2つ分ぐらいは必要です。型紙と黒い紙を重ねます。名前と名前が重なるようにしましょう。名前の反対側の隅をきちっと合わせてホッチキスで留めていきます。白いところは切り抜くところなので白いところを留めましょう。3、4箇所留めればいいです。留めたところが残るように切り抜いていきます。カッターナイフで切り込みを入れていきます。丸い部分を切り取るのは難しいので真ん中に切り込みを入れましょう。で、切り込んだところからハサミを入れて、丸く切り取ります。同じように切り込みを入れた部分からハサミを入れて、丸い線は切っていきましょう。無理やり引きちぎらないようにしましょう。ハサミが入らないときにはもう一度カッターで切りましょう。こういう空いているところはハサミで外側から切ることができます。ホッチキスで留めているところは後にします。細かくて切り取りにくい部分は切り取らなくても構いません。ホッチキスで留めてないところを切ったら最後にホッチキスで留めてあるところを切り取ります。最後の1箇所を切ると
型紙が外れます。これで型紙が外れます。切り取り完成です。広げるとこんな形になっています。